ば、はい、天音かなたさんのさっきのなんか情報握ってるみたいなのは一体何だったんでしょう。あ、金丸は天城越えどころかも一線を越えてしまったという情報でございました。え、夜を共にしてしまったそうです。それはちょっとスキャンダルというやつなんじゃないですか。天音越えですね、越えてきました。それでは次の曲参りましょうか。ところでふぶちゃんが言ってた金丸一夜越えについてお話を伺ってもよろしいでしょうか。いや別にね、何もないよ実際問題。だいたいね、かなたはね、マリンのことはね、そういう目でね、見れないんだよ。悲しいことに。別に悲しくないけど。かなたはマリンをね、そういう目で見れないの。うん。なんか、マリンが、ムラムラしてこの世の終わりだった時期にね、かなたにその話を相談したらね、あ、じゃあ僕がさ、おっぱい揉んであげようか、みたいな。言ってて、で、なんか揉み始めてきたんだけど、それがもう本当に義務的だったの。ねえ、そういうの慣れちゃうから、なんか情熱を感じないみたいな感じで、結局盛り下がっちゃって何も起こらなかった。うん、優しいけどさ、優しいだけなの。彼方は情熱がない。情熱が、その義務揉みやめてくださいって。もっと辛抱たまらん感じで揉んでほしいわけ。うん、ほっぺ吸われた。うん、吸われた。あれは恐怖体験だった。怖かった。うん、船長のほっぺどうだった。あ、吸った。あ、吸った。美味しかったけど、あれ、その一部始終はボイスに録音したんで、いずれ出します。なんかやっぱそういう表に出るものじゃないと吸わせてくれないから、まあ、ネタとしてならまだ消費されてもいいっていう感じだったんで吸ってみました。でも吸ってエビルルルルルルってしたかったけど、さすがにちょっとそこまではできなかった。美味しかった。もうテンション上がっちゃって、素晴らしいって手をもう叩いたら、もうめ怖すぎるエイリアンって言われましたよ。怖かった。怖かったんだ。なんか顔の近くで体がって息を吸い込んで、なんか口をあって開く音がして、めっちゃ怖かったマジで。でさ、ちょっと吸われて我慢して、その後なんかもっとベロ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 ってしたいって言われて、うん、ベロ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 ってされて、なんかさ、マリンちゃんの口から聞くとえぐい気持ち悪さがする。えぐい気持ち悪かった。気持ち悪くない、一緒にやってよ。いや、なんか2秒とか言って、なんだっけ、カナタから聞いた時はそこまでエグさ感じなかったけど、いや、ベロしてきたんだよ。2秒だよ2秒。切る。いや、カナタマイルドに言ってるかもしれんけど、ベロベロやん。いや、ベロなんかちょっとベロベロしたぐらいですみたいな感じ。いや口で吸い込みながらベロってしてきた。走馬灯見えたわマジで。今年一ショックな出来事。軽くドラマみたいな。今年一ってまだ始まったばっかりなんですけど。いや、もうこれを超えることはないでしょう。